ルパート・バニーはオーストラリアの画家である。オーストラリア、ビクトリア州のセント・キルダで、ハンジの息子に生まれた。ビクトリア国立美術館の絵画教室で学んだ後、1884年にヨーロッパに渡り、ロンドンのセント・ジョーンズ美術学校に入学した。1年半後パリに移り、ジャン・ポール・ローランスのアトリエで学んだ。1890年にサロンド・パリに神話を題材に、 した作品を出展し、入選した。1900年のパリ万国博覧会の展覧会では、銅メダルを受賞した。リュクサンブール美術館の展示用に13点の作品がフランス政府によって買い上げられた。1893年からは、多くの芸術家が集まった、パイコールドカレー県の港町、エタプルをしばしば訪れた。1902年に結婚し、 1911年からフランスとオーストラリアの間を定期的に行き来し、両方の国の展覧会に出展した。1933年に妻の亡くなった後、オーストラリアに戻り、サウスヤラで暮らした。神話に題材を得た作品を多く描いた。初期の作品は、ラファエロ全派の影響を受けた、新古典主義のスタイルの作品であったが、後に、 印象派の影響も見られるようになった。ありがとうございます。